杉浦太陽です。どうも、無事に家に帰ってこられました。ちょうど今はですね、ちょうど前日に退院して、で一夜明けて25日ですかね、久しぶりに家での安堵感をかみしめております。本当、発熱してから10日11日目ですか。本当にね、まあ、自分がまさか自分がとは本当によく言いますけども、本当に実感しております。いや、とりあえず帰ってきて、もう子供たちがもう喜んだ顔を見たら、ほんとほっとしましたね。もうこの家で子供たち4人見て、のぞみとね、のんと久しぶりに会って、もうのんもよく一人で頑張ってくれたなと本当に感謝しております。いや、本当にでもよくね、いろんな方からメールいただいて、謝る必要ないよとか、もうコロナのせいだからとか、いろんな声をねもらったんですけども、やっぱりね、仕事の関係者だったりとか、共演者だったりとか、いろいろ周りの方もね、迷惑かけたと思います。自分がかかってなかったらと、もういろいろ考えるともうキリがないんですけども、本当に申し訳なかったなと、そしてありがとうございましたという気持ちでいっぱいでございます。まずですね、発熱してからの経緯を言いますと、まず14日ですかね、熱が出まして、本当に風邪かなと、ちょっと節々が痛くなって、やっぱりおかんがすごかったんですよね。で熱、まあ、測って、で8度5分6分あって、まあ寝たら治るかなと思って、ちょっと仮眠をしたんですけども、これはいかんと思ってすぐ車の中行ったんですよね。で車の中でちょっと自主隔離をしまして、でちょっと耐えてたんですけども、やっぱり熱測ると一向に下がらないということで、家族にも話して、でマネージャーさんにも話して、まずはとりあえず病院行ってきなと。で、まあ、発熱してね、発熱した状態で PCR 検査を受けられる病院っていうのは限られているの で調べてもらって行ったんですけども、まずはその日に PCR 検査、唾液をずっと溜めてその PCR 検査するんですけども、それが2日ぐらいかかるのかな。でとりあえず提出しまして、でその日もらったお薬、ロキソニンと胃薬と抗生物質をいただいて、とりあえずそれ飲んで、でまあ飲んだら下がりますよね。でまあ下がって、まあ、ほっとしたなと思ったんですけども、まあやっぱり切れたら上がりますよね。その日はやっぱり車の中で過ごして、万が一があったらいけないのでね、家族に移しちゃいけないと思ったので、車の中で車中泊したんですけども、いや夜中やっぱ薬切れるともう一人だからもう耐えるしかねえと思って、ガタ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 ってもう耐えてたんですけども、やっぱりダメで、次の日もう一回すぐに唾液検査とは違う鼻からのそのランプ法っていうのがあって、鼻からやって、でその日のうちに検査が出るということでやったんですね。でもう検査が終わって、ずっと車で検査結果待ってたんですけども、まあ仕事の兼ね合いもあったので、もうその日も休んじゃってたので、次の日も仕事があったので、とりあえずその頃はね、自分がコロナってまさかまた違うやろなと信じてた部分もあったんで、とりあえず白黒つけて、コロナじゃなかった、次の日仕事行けるかなっていうのは、もう熱もだいぶね落ち着いてはいたので行ったんですけど、やっぱり夕方電話があって、陽性ですと。みたいな。っていうより、俺コロナなみたいな。白と黒で白を出しに行こうとしたら黒だったっていうのがやっぱちょっとショックで、もう家族にも早く伝えたいんだけど、伝えるのもなんか辛くて、まあまあ頭真っ白になったんですけども、まあどうにかこうにか整理しながら、とりあえず家族に伝えて、
で、まあ自主隔離して正解だったなと思ったんですけども、いやーでもちょっとショックがでかかったですね。まず、まあ家族にも移ってないか周りにも移ってないか、いろんなことが頭回りましたけども、いやー本当にあの時の気持ちはもう本当にもうその時点で家にも帰れないですし、とりあえず保健所に電話、先に電話こちらからして、でこういう理由で陽性が出たんでどうしたらいいですかと聞いたら、まあ、とりあえずまだその日に入れるかどうかわからないので、車の中でもう一泊って言われて、わかりましたって言ってたんですけど、で、まあ、1、2時間経ったら、あ、受け入れ体制の病院がありますということでおっしゃっていただいて、で、迅速な対応していただいて、もう即病院にもう自分で運転してバーって行ったんですけど、で、着いたら着いたで、あ、お待ちしておりましたと。でも完全隔離の別ルートで、かーって誰にも会わないように。で、どこにも触らないでくださいって言われて、触ったところは消毒しなきゃいけないので、あ、分かりました、もうどこも触りませんみたいな。でそのままもうビクビクしながら、自分の病室行ったんですけども、でもね、看護師さんたちは、でもね、初めてのことですし、不安ですよ、不安ですよねっつって、安心してくださいね、治りますからねっていう、もう声をいただいて、すごく落ち着かせてくれたんですけども、とりあえず、まあ、病室着きました。で、病室着いて血液検査、まずは血圧と酸素がちゃんと回ってるかっていうのと、であと血液検査して、であとはレントゲンもしたんですけども、炎症を起こしてない、肺炎を起こしてないかね、部屋まで機械が来て、でその場で病室のベッドの上でこう当ててカチャンつって、で全部もうその部屋から出なくていいようなスタイルでやってくださる病院でしたね。本当に、で、まあレントゲンも、まあ、異常なくて、で血液検査がちょっとね、やっぱり炎症は起こしてて、数値はちょっと高かったんですけども、まあ今のところは、まあ、熱もちょっと上がったり下がったりずっとあったんですけども、なんとか、まあ、耐えましたけども。でもやっぱり夜中ものすごい汗が出たりとか、やっぱり喉ですかね、喉がやっぱここら辺に何かずっと詰まってて、で痰がずっと詰まってたりとか、いやでもやっぱりまあ病院にいると気持ち的にも安心ですし、で先生方も来てくださって、大丈夫ですよって来てくださって、でもね、先生方も看護師さんもね、来るたびに、ね、フェイスガードしてマスクして、ビニールの、このエプロンして、来るたびに手袋もそうですけども、もう取っ替えて、で僕が書類とか書いても全部ね、こうビニール袋に入れて、こう菌が外に出ないように、本当ね、心苦しいというか申し訳ないというか、もう僕が触ったものはもう全てもうビニール、もう密閉、もう消毒みたいな、本当に徹底してくださってたので。で僕の病室自体も陰圧って言って、外に菌が出ないように、でだから絶対窓も開けちゃいけないし、で外も出入りの時、先生方の出入りの時しかドアを開けちゃいけないみたいな、だから僕は本当にもう完全隔離みたいな状態で、過ごしたんですけども、全部なんか看護師さんが、掃除もそうなんですよ。いつもね、病院の掃除する清掃会社の人じゃなくて、看護師さんたちが交代交代で、2、3日に1回自分の部屋を、僕多分ルールがあるみたいなんで、僕が掃除しちゃいけなくて、いやなんか何から何までやってくださって申し訳なかったですね。唾液検査の方なんですけども、まあやっぱランプ4は早いので、どこか、いや、陽性間違ってたんちゃうかなっていう気持ちもあったんですけど、まあ、唾液検査の方も次の日、やっぱ陽性でしたと言われて、まあ、これはもう受け入れるしかないっていう、もう受け入れてるんですけど、もう、はい、専念して治しますって、専念して治しますっていう、もう気持ちでね。まあ、でも、まあ、良かったのは、せめてもの救いだったのは、家族が、みんな陰性だったっていうことですかね。
いやもうこれでまあまあ僕だけで済んだっていうのが本当に、いやまあ辛かったですけどね。まあ僕が我慢すればいいことですし、でも本当にね、家族が陰性だったのが本当にホッとしておりますね。やっぱり僕がなったことで、やっぱ家族も僕がいない状態ですごく不安だったと思うし、PCR 検査も受けて、で結果が出るまでも不安だったと思うし、のぞみから連絡があって、陰性だった、みんな陰性だったってもう泣きながら、いや本当にね、もう良かったっていう気持ちと、まあそんな気持ちにさせて申し訳ないなっていう気持ちと、とりあえずまあほっとしましたね。あとはとりあえず自分を治さなきゃということで、本当にね、味覚はすごくあったんですけど、やっぱり嗅覚か、本当にずっと全然部屋から出てなくて、匂いもそんな気にしたことなかったんですけど、ちょっと、ね、よく味覚嗅覚がなくなるかって、いや美味しいから大丈夫やと思ってパッて匂ったら匂わなかったんですよね。あれ鼻が効かねえみたいな、鼻詰まってんのかな、鼻詰まってた日もあったので、鼻あれと思って何回匂っても何度匂っても、もうトイレ行っても風呂入っても匂わないんですよね。うーわみたいな、美味しい味覚はあるのでそんな気にしてなかったんですけど、やっぱり実際に嗅覚ないっていうのは、戸惑いましたね。これ戻ってくるのかなっていうのもまだわからないものですし、原因もよくね、僕このまま一生匂いせえへんかったらどうしようとかね、いろいろ巡ったりもしたんですけど、でもちゃんとね、嗅覚も戻ってきましたし、まあ、100%じゃないですけど、もう日に日に昨日より今日、まあ今日より明日の方がどんどん戻ってるんで、でまあ症状的にはいろいろありましたけど、まあちょっとね、体力よりメンタル結構やられた感じですかね。メンタルちょっと乗り越えるの大変ですけども、まあ、なぜかというと、まあ、なった時のショックと周りのことだったりとか、あと治った後周りからどう見られたりとか、ね、まあ、時間が解決する部分もありますけども、本当にやっぱりいろいろ考えるとちょっとやられる部分もまだまだありますけど、まあ、これもまあ僕が前を向いて、で周りにちゃんと向き合っていければいいのかなと思っております。で本当にたくさんの方から連絡もいただいて、で心配もかけたけども、改めて周りの人の大事さっていうのも気づけたし、家族の大事さ、大切さも改めて実感しましたし、保健所の方、医療従事者の方々、本当にもう感謝しきれません。ありがとうございました。何よりもパパおかえりって、もうそっちゃんがね、もう生もね、ノアもね、で、コアシャももうこうやって喜んでね、いや、本当に家に帰ってこられてよかったと思います。何より本当に、のぞみと会えてよかったな。やっともう家族6人揃ったことがこんなに嬉しいとは思いませんでした。いや、これからね、まあ、僕も回復しましたので、これからまた、明るく楽しい、杉浦家をまた歩んでいきたいと思います。本当に僕のこの経験が何か参考になればと思って動画を撮りました。これからはまたね、YouTube、ブログ、インスタいろいろ上げていきたいと思いますので、またターチャンネル、ターノンチャンネル、また楽しい姿を、笑って見てやってください。さあ、それではまたね、本当にこういう世の中ですけども、向き合っていかなければならないものだと、ことだと思います。いや、本当に今回大変でしたけども、乗り越えられない壁はございません。何かね、これをきっかけに、みんな気をつけても、気をつけててもなることやから、本当にね、まさか自分がっていう言葉と、本当に明日は我が身っていう言葉もあるんだよっていうのを心に、一つ置いといてください。もう健康が一番なんですけどね。
とみんな元気いられることを願っております。それではまた元気に次の動画でお会いしましょう。杉浦太陽でした。